道を行くの。世界にはわしら以上の蹴鞠の達人がゴロゴロおるわ。貴様も十日市の弓取りならば日の本を制し世界へ飛び出してみよう。世界今川義元は街道一の弓取りと呼ばれる名将である。芸能にも通じ、特に蹴鞠に関しては並び立つ者がいない。しかし時は乱世、義元の相手が務まる者などそうそういるはずもない。蹴鞠仲間のいない義元は日々悲しみに暮れていた。そこに転機が訪れる。伊達政宗と立花宗茂である。二人は言った。日の元に相手がいなければ世界へ行け。義元の目が輝き始めた。まずは東海一の蹴鞠人となるため尾張の織田信長に挑んだ。世界、なんと雅な響きかの。第1位は桶狭間蹴鞠戦。世界がマロを待っておるの。今川軍の動きを読み奇襲を仕掛けてきたが、侮れぬ。奴に今川の力をそがれてはまずい。やられたもん。義元、華麗なる魔理さばき、奇襲隊に火をせ。マロは世界を目指すの。まずは、うつけとのような手割りの技を見せつけるな。マサムネ殿、ミネシゲ殿はこういう。どちらも、うちのではならぬの。華麗な蹴鞠人と蹴鞠たいの。マサムネ、放っておくとどこまでもかけていくぞ。わかっておる。全軍続け。進め。信長は自陣にこもっているようだな。
先に手下から倒して圧力をかけてみようか。吉本の蹴鞠を止めて奴を操れば、わしの天下が近づきやもしれぬな。吉本公が波の男なら、うまくいくだろう。誰も警戒してくれぬの。武骨な手前人形の僕さんだな。撃てない。気をつけ。門が開いたか。嫌な予感がするな。来たぞ。
殿はいずこかな。おお、邪悪な気配、あれじゃの。そんなに蹴まりたいのなら存分に蹴ってやる。行くぞ開門。信長と濃姫の合流は阻止しない。よしおだ、邪魔との決まりたいのでは降りようぞ。売れた女子との決まりもまた風流じゃな。進め。やったの。うつけ殿、数々の飛行を堪能したの。この雅なる蹴鞠戦、我らの技で締めくくろうの。よかろう。雅じゃな。うぬこそ東海一の蹴鞠人、日の本一、いや世界一となるまで駆けよ。おお、うつけ殿、分かってくれて嬉しいな。決めたの。うつけ殿もマロと共に駆けようの。戦場や桜散りゆき糸あわれ。